バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今日は久々のツインリンクモテギに来てまーす。コロナで全然来れなかったので、やっと今日来れましたっていうわけで、いろいろと準備をしていきたいと思います。はい、今日もこんな感じでエアパックもちゃんと持ってきましたよ。で、お外はこんな感じでやったー、すごい快晴、めっちゃ快晴です。今日は嬉しい。ゼッケンがこんな感じでガムテープでつけました。で、ちゃんとこうやって剥がれてくるな、暑いから。養生して、で、ゼッケンを3箇所買って走ります。あと、走行会だとこのトランスポンダーが借りれるのでタイムが測れます。一応こういうのも配られます。はい、今これ空気圧を測ってどうなってるか見たいと思います。通常は 2.5 指定です、この車種は。ほっ、で、こうやって押すと今、あ、でも今ちょっと 2. ちょっと 2.25 ぐらいあるので、2.2 まで落としたいと思います。あ、はい、このぐらいで今回は 2.2 で走ってみます。そうそう、これもう、つぶらの点とかね、接触点が多かったんですね。で、その接触点も、2ヶ月間の休みの段階で言ったように、感覚が覚えてた。で、ミスをする。ね、ブレーキミス。ね、また、旋回するときに、タイムが悪かったっていうことで、ミスした結果が、点とにつながった。接近したやつ。ね、そういうのはしないでください。1本目走りましたが1本目走り終わりました。でも、もう久々で超緊張してたんですけど、めっちゃ本当に怖くて、めっちゃ怖くて、もう怖くて途中で20分走らないぐらいで走るのやめときました。はい、ちょっとご飯食べて次も頑張ります。お弁当食べます。
走り終わりました。2本目走ったんですけど、やっぱりもう怖くて、なんかもう久々すぎてすごい緊張したので、もう2本目もずっと伊予部さんの後ろにくっついて、最高速度多分120キロ出てるか出てないかぐらいでちょっと頑張りました。3本目はなんとか一人で走ろうかなと思います。頑張ります。じゃあ走り終わった後のエアーツを測ってみます。これはフロントタイヤです。よいしょ。あまたどっか行っちゃった。あら、頑張ります。あ、でも 2.5 ぐらいだ。ギアを測ってみます。あれ、あ、リアも 2.5 ぐらいだ。今汚れちゃったんですけど、リアタイヤは今こんな感じでございます。はい、終わりました。今日の良かった点はブレーキが、私なんか今まで、ハンドルを端を握りすぎてて、こうブレーキにあんまり指が届かなかったんですけど、なんか今日は結構内側を握るように意識してたら、ブレーキをこう緩く握ったりとかっていうのが、緩くかけたり残したりっていうのができるようになったので、それがすごくいいところでした。そうですね、タイム的にはもう全然遅くて、3分3秒とかまた戻っちゃったみたいな、去年に戻っちゃったんですけど、まあとりあえず安全に走れたので良かったと思います。Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.